こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は無自家製の天気カリンバの私が持っていなかったもう一つが届きましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらの新しく届いたムージカ製の天気カリンバをご紹介していきたいと思います。こちらなんですけども、 Amazon で販売されております。コアとオルナットは持っていたんですけども、もう一つ持っていなかったので今回届きましたのでレビューしていきたいと思います。こちらなんですが K10S1 というものになりまして、マホガニになります。これがね、ここにねシールが貼ってあるんですよ。アマゾンさん、せっかく可愛い箱なのにこんなところに貼らないでください剥がそうと思ったんですが、粘着がまあまあしっかりとくっついていまして、ねちょーっていう感じで剥がれちゃったんで、もう諦めました。はい、では開けてみたいと思います。はい、こんな感じで入ってみます。まあ、ここはね前の動画と全く一緒なのでさっといきます。説明書とクリーニングクロス、そして麻の巾着袋に入った本体が、よいしょ、はい、入っていました。はい、こちらの説明書を拝見しますと、こう4種類あるんですけど、すごくね色がこう違って見えるんですが、私のところにあるものはカメラでわかるかなっていう感じの色の違いなんですよね。特にねこのウォルナットが実際この写真で見るよりもかなり色が薄い、明るい、なんて言ったらいいのか、ちょっとねわからなかったので私はここに名前を貼ってますはい、ちょっとこれも早いうちに貼ろうかなと思います。はい、こちらになります。こちらの天気の説明は前回の動画を見ていただくと詳しくわかるんですけども、ざっくり商品ページからご紹介していきたいと思います。波長長の天気になりまして、ドから高いミーまであります。このドから高いミーなんですけども、17音カリンバで言うとここの高いドから高い高いミーまでの音と全く一緒になります。はい、そしてこちらのボディの厚みは2センチと書いてあるんですが、コアはね若干薄手になってます。はい、そしてこちらのボディは無垢材のソリッドタイプになっておりまして、暖かく音が広がるような設計がされているそうです。そしてちょっと大きめの手のひらサイズということで、年齢関係なく持ちやすい設計となっております。では届いた商品を軽くぐるっと写していきたいと思います。はい、こんな感じになります。とってもね軽いんですよね。そしてちょっとね分からなくなるといけないんで先にシールを貼らせてください。はい、私はここに刻印の代わりに、はい、入れました。全部貼ってあります。もうこれで完璧です。はい、ウォルナット、コア、マホガニ、あ、マホガニすごく軽い。取扱説明書を見てみると4種類あるんですけども、現在はこちらのウォルナットがすっごく高い値段で売られています。これなんですけども、わざわざこの価格で買わなくてもまたいずれ在庫が復活すると思いますので、そこまでお待ちいただいた方がいいかななんて思います。はい、ではそれぞれ簡単に比べていきたいと思います。こちらの素材はこのようになっております。左からマホガニ、コア、ウォルナットとなっております。こちらの素材の音色を言葉で表すとこのようになっています。マホガニーは温かくて丸みのある音、コアはコロコロ軽くて明るい音、そしてウォルナットは固めで芯のある音となっております。そして重さの違いはこのようになっております。すごく軽いと思ったんですけども、マホガニーは 145g、 コアは 148g、 ウォルナットは 175g でした。コアとマホガニーがさほど変わらなかったですね。なんですけどコアはねすごくちょっと薄めになってるんですよ。こんな感じで
厚みが若干薄めなので、で軽いのかな、持った感じですとなんとなく、あ、思ったより重たいなっていう感じはするんですけど、これはねなんかすごく軽く感じるんですよね。不思議です。はい、大きさはもうほぼ一緒なので省略させていただきます。では音色を順番に取っていきますが、今回は音色がより分かりやすくなるように単音で弾いていきたいと思います。マイクで撮っております。ではお聞きください。はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。私の体感ではこの3台の中でマホガニーは木材の柔らかさを感じるようなまろやかな印象、コアはとにかく元気な印象、そしてウォルナートは特に固めの響きに聞こえまして一番クリアーに聞こえているように感じました。まあ、とは言ってもボディの大きさがとても小さいので弾き比べてみればわかるかなという程度にも思います。ボディのこのお色とか形や模様の見た目で選んでもいいかななんて思います。こちらのカリンバをより響かせるコツなんですけども、ギュッと握りすぎないことです。ボディが小さいのでできる限りこのボディと手の接点を少なくすることでより響きやすくなります。ギュッと握り込んでしまわずに指先だけで軽く支えるように持つことがコツです。こちらのカリンバのチューニング方法ですが、説明書にはネジを緩めてと書かれていますが、気軽にネジを緩めてしまうとキーが大きくずれてしまい直すのにも大変かもしれません。以前の動画でもご紹介しておりますが、私はこちらの極小カシメ内棒と17音カリンバについてきたチューニングハンマーを使ってチューニングしております。このカリンバなんですけども、キーの高さがかなり低いんですよね。なのでチューニングはこのカシメ内棒を利用するとキーの先端に当ててコン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 と叩くことでボディに傷をつけずにチューニングすることができます。こちらのチューニングハンマーだけで叩こうと思うと絶対ここ傷つけますので、この棒は必須だと思います。よろしければお試しください。他の17音カリンバとかでも私はこれを使うことが多いです。そしてこちらのカリンバなんですけども、先ほどの開封の様子を見てわかると思いますが、専用のハードケースはついておりませんでしたが、こちらにぴったり合うケースがあるんです。はい、こちらです。ダイソーのカメラプロテクトケースというものです。100円商品になります。
あまりにぴったりすぎるので、もうこちらはね、この名称じゃなくてムジカ天気カリンバ専用ケースと名称を変更してもいいんじゃないかなって思えるぐらい、このカリンバのために作られたケースのようです。はい、入れてみますね。ぴったり。はい、そしてこの丸みのあるタイプもぴったり、気持ちいいですね。はい、こんなにぴったりのケースってなかなかないと思うので、そしてね、100円と安いものなので、今回のカリンバを購入された方はぜひこちらのカメラプロテクトケースも一緒に購入されるといいんじゃないかなって思います。こちらのケースなんですけども、概要欄にリンクを掲載しておきますが、皆さんの収納事情の動画でもご紹介させていただきました。カリンバ沼の住民の皆様から教えていただきました。ツイッターではいつもとっても役に立つ情報やお話を教えていただいております。皆様本当にありがとうございます。今後もぜひお気軽に絡んでいただけましたら幸いです。はい、ということで今回はムジカ K10S シリーズをご紹介いたしました。商品の詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。価格をしっかりチェックしていただきまして、ぜひとも定価でご購入くださいね。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではスズランコミチでした。